いやー、はじもきよしろです。ギリギリパンツ見えるか見えないからね、この。いやー、やっぱね、立って喋るのは楽しいんだわ。立って喋るのは楽しいんだわ。シェッシェッっていうのね、何も面白いことできませんけど。あー、お金欲しいよ、お金欲しいよ、金くれ、みんな俺に金くれ、みんな俺のために働いてくれ。くそー、なんか国作りてえわ。なんか国作って国民から俺がそこそこ暮らせるだけの税収欲しいわ。うん、俺が暮らすだけの税収だから、人口50万人で1人1円か、人口50万人で1人1円くれ。うん、それだけでいいや。50万あればね、もう大体結構裕福な暮らしできるから。うん、くそー、国作るか。俺の国作ろう。なんかどっか開拓するか。いや、危ねえな、すごい危ないな。どこか侵入、なんかもうむちゃくちゃ強くなって国やりたいな。ハンマー裕次郎になるか。俺ハンマー裕次郎になってどっかの国奪おう。ふざけてんな、どっかの国奪おう。そう思う。鋼鉄の鎧の体でこうやって、って言って、すごい、もうロボットみたいな声じゃん。笑ってる声なのに単調すぎてロボットじゃん。もうそれでどっか侵略しよう。侵略して王様になろう。じゃあ体鍛えなきゃ。そうだね、やっぱパワーイズゴッドだもん。もうハンマー裕次郎になるわ俺。遅すぎだよ、ハンマー裕次郎ね。ずっと鍛えてんのに、もう生まれてきた瞬間からむちゃくちゃ強いのに、あいつ生まれてきた瞬間に全ての生き物の強さのランクが1個下がったんでしょ。なんだそれ、やばいな。ドラクエ行ったら SS ランクのモンスターが S ランクになるんでしょ。それ相当じゃない。 F ランクなんで ABCDEF G ランクになったんだよ。 G サイズの G なのに G ランクになるんだよ。やばくないそれ。いや、でも F ランクが最低だから E ランクも F ランクになったんだよ。だからめちゃくちゃ F ランクモンスターが増えたってことでしょ。やば。いやー、ハンマー裕次郎になりたいな、ドラゴンボールがあったらな。ハンマー裕次郎になって国をね、乗っ取る。ダメだな、それでちょっとなんか国民からちょっとお金もらって、それで暮らしていくわ。うん、謙虚にやってくる。どこも謙虚じゃねえよな、人の国奪ってんのに謙虚ってね。あー、もう化け物になりたいな、それで稼ぎて。うん、どっか人口50万人のとこ行って一人税収を1円だけ上げてもらってね、それで生活するわ。なんか楽にお金稼ぐ方法ないかな。そんなもんないんだろうな。ムカつくような、なんか意識高い中島ボットとか、バイト以外にもお金稼ぐ方法はいっぱいあるぜって言って、それを教えろよって話じゃん、みんな。まあそれは考えろよなんだろう。いや、それを教えろよじゃん。なんだよって思うじゃん。他にもあるんだったらお前が知ってる限りの全ての手段を教えてくれよってなるじゃん。ふざけんなよ、ね、それ多分ヘリクスなんだよ。あ、なんか具体的にいないっていうことは、まあそうね、お金を稼ぐことなんて具体的に言ったらね、それはみんなが知り尽くされてるものだからね。あー、ゼロ円企業だ。だから YouTube なんてすごい、あのね、コストパフォーマンスだから、もうとにかくゼロ円でできることをいっぱいやってアイデアで勝とう。だから YouTube のアイデアどうやって勝とうかなって思ってて、やっぱり何もかもそうなんですよ。まずはみんなに俺のこと知ってもらわなきゃならない。知ってもらって見るか見ないかの、その俺はやっぱりね、今やってるのはステップ1なの。生きとし生ける万物も生きとし生ける全ての生物に俺を認知してほしい。もうアリにだって認知してほしいし、それでね、もう全ての動物に俺のことを知ってほしい。生きとし生ける全てのものに、細胞にも知ってほしいもん。うん、俺の細胞の中にも何億個ファンがいるんだろうね。いやだな、自分の体は全員自分のファンであれよ。中には、いや、そう、ね、一個そのね、自分の細胞の中にね、いや、橋本環奈のファンだよとか、広瀬すずのファンだよってあってもいいけど、いや、橋本京志郎嫌いだよって細胞があったら嫌じゃん、そんな。いや、他のものが好きでもいいし、ああ、俺も、それはご主人様はそこそこ好きだけど、それよりも好きなら橋本環奈だよって。生まれ変われるなら橋本環奈の、細胞になりたいよって言ってるだろうけども、それはまだいいんだよ。いや、嫌いはやめてほしいよね。細胞に俺なんちがいたら人だまりもねえからな。うん、マジで。体の重要な機能のが俺のアンチだったらもう俺体死ぬから。うん、だからもうね、自分の体だけが自分のファンでいてほしい。うん。
誰をファンにしたらいいかな。ウォーレン・バフェットか。俺のファンにウォーレン・バフェット入れよう。あとアマゾンの CEO 俺のファンにさせよう、マジで。ウォーレン・バフェットとあのアマゾンの CEO とビル・ゲイツ、これをファンにして、これね、あのパトロンになってもらおうすごいな、規模がでけえな。いや、そこそこのなんか石油王でいいじゃんって。あー、金くれ金くれ、みんな金くれ。あの、このダンスすると俺脳が揺れるんだけど、やばいな。みんな俺にお金をくれよ。お金をくれたら俺が幸せになるよ。そして俺の活動寿命が伸びるよ。うん、そしたらみんなもね、面白い動画いっぱい見れるよ。うん、あ、これいいわ。もうね、今度から俺動画をやるときはこのスタイルでやる。こどこまで行ったらパンツ見えるかな。え、パンツって近づいたら見えるのかな。あ、見えないわ。でん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 、ゴーゴータイガー、ゴーゴータイガー。タイガーステップできない。いや、タイガーステップやったらな、面白いんだけどな。無理だ、タイガーステップ。すごいな、ハリウッドザコシショウさん、なんでタイガーステップできんだろうな。痩せたいな。あ、体重 50% カット、そういう必殺技ないかな。50キロになりたい。もう俺痩せたいよ。ドゥ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 。1秒で50万稼ぎたい。まあ、その1秒のために準備を何日も何百日もかけるのは話が違うけどさ。はぁ、疲れた。ドキンドクンドキンドクンドキンドクン、はいはいはい。電気ビリビリ、テケ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 、先生そうそう、先生そうそう、先生そうそう、はいはい。電気ビリビリ、ヒューマンデーちゃん、いまだに生身は恥ずかしい。いや、全然歌詞違うけど。疲れた。今日でね、はあ、疲れた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 。どっちだどっちだどっち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 。聞こえてるみんな、僕だよ僕。ワリオレオン、こういう単調な動きでみんなに笑ってほしいな。うんこっていうだけでみんな笑ってほしい。うんちうんこ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 、だっぷん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 。笑ったみんな、笑ってくれ。疲れた。やっぱデビューのデビュー夫人、デブ夫人、誰でも小学生でも思いつくか、替えネーム、デブ夫人。お、なんか今幻聴からフィーフィーみたいなバケモンが俺の画面通り過ぎなかった。はい、幻覚麻薬やってる。やってないからね俺、もう手出してないから俺は。そういうのに手出したくても金がねえんだよ。あー、そう、早くベーシックインカムでなんかすごい理論、なんかすごい呼吸法を生み出してさ、もう呼吸するだけで誰でもが生きれるみたいな、千人を量産してさ、あの、なんだろうな、千人ってなんかもう空気を食うみたいな、空気を食うだけで生きていけるみたいな、千人をなんかもう10人くらい集めてベーシックインカム、そのをさ、なんだろう、受給っていうかさ、ベーシックインカムのその申請してさ、それを俺のものにしちゃおうかな。なんだっけ、霞を食うか、千人は霞を食って生きるみたいな、その10人集めて俺の金にしてやろう。まず千人を10人用意しよう。そうすれば俺は金がもらえるんだよ。千人ビジネス始めよう。千人ビジネスでもう千人を雇う。それで、で千人をまず10体で、ベーシックインカムってまあどれくらいなんだろうな、9万円とか行けばいい方なのかな。でも国民年金で6年でしょ、6万円でしょ、じゃあ4万円とかなのかな。でも10人いれば40万だな。40万でも全然いいな、一人で40万でしょ、1000人40万だ。で1000人10人になんか武術を教えて、なんかその武道館みたいな、なんかそのあるじゃん、武術館みたいな開いて稼ごう。ほいー
って言って、なんかもうビルをあの3棟破壊するみたいな、そういうバケモンみたいなジジイを10人集めよう。その10人にベーシックインカムを受給させて、そしてその1000人10人1人ずつにあの武術館、武道館みたいな、あれなんつうんだろう、武術館っていうか、なんかもうそれあのね、武術のなんか教室みたいに開いて稼ごう。それで稼ごう、1000人ビジネス始めよう。だから森に行こう。1000人って山奥にいるじゃん。じゃ1000人を探せてね、1000人にそのベーシックインカムをあの受給させて、俺のもんにする。うん、そうしよう。それから年金を、なんかまだ年金もらってる1000人いねえかな。戦後戦前に生きてまだ生き続けてる1000人を、まあ、5人くらい集めれば結構もらえるじゃん。だ戦前から生き続けて年金を受給してるあの1000人を5人探そう。4人でもいい、4人探そう。俺は何を言ってんだよ。だ薬やってるやつの考え方だよな。1000人ビジネスしよう。1000人を俺4人をそう、家のなんか、家のなんかってどこだ、どこにしよう。俺の部屋だと目立つな。なんかどこかにいさせて、どこにしようかな。まあ俺の部屋の、まあ、天井にくっつけるか。まあ、千人だからそれくらいできるよな。天井にこうやってこう座禅組んでこうやって回転してもらう。なんか反重力みたいので浮いてるみたいな設定にして、この天井にくっつけて4人ここにくっつけて、四隅にくっつけるか。なんか除霊の効果ありそうだし。でくっつけて、まあ、多分戦前から生きてるからすごい年金もらってるでしょ。年金もなんかもう ATM かなんかどっかに入り込んでるし、ずっと申請も当然してるだろうし、それで手続きを終えて4人でまあ大体適当に考えて13万もらってるとしよう。そしたら俺は52万月にもらえるんだよ。そしたら俺の勝ちなんだ。52万受給されるのをこう集金して愛嬌ですよって言って、であと武道館を開かして、あのそれでやるわ。それで俺はお金もらって、そっからの集金もう入ってガッポガッポ。そして千人の衣服もなんか千人っぽい服を買ってあげて、でも千人だから多分いらないって言うから、それをまたなんか千人が着た服ですよって言ってヤフオクに売って、でそれでテレビにも取材されて、そのついでに俺のチャンネルの URL 貼ろう。ああそうなんです、千人ビジネスを始めた、まあ元祖千人ビジネス、どうも羽島恭四郎ですって感じでって俺のチャンネルに誘導して、イエーイって言って生きていこう。いや大問題になりそうだな。人権もないのかって言って、いや千人は神ですからって言ってね、もうそれでもう法の抜け穴をかいくぐって生きていこう。うん、すごい、千人ビジネスについて考えてみようっていうね動画でした。バイバーイ。